さあ始まりましたコイちゃんパラダイス競馬予想日曜日版でございます。土曜日を上げようと思ったんですが、もう遅くにね終わったので、ちょっと編集ももう間に合わないので、ちょっと土曜日はやめさせていただきました。馬券を買う時間も全然なかったので、日曜日はですね、まあもちろん馬んちの方で G1 をやりますので、コイちゃんパラダイスでは、各勝負馬、まあ、明日ももうねダート戦で怪しい人気馬がいっぱいいるので、そこじゃないところの本命馬を挙げていきたいと思います。そして最後にウィン5予想しようと思います。それでは早速いきましょうか。中山1レースダート 1800m ですね。ここは11番ジェントルタッチ、まあ、正直ねこのオールウェイズドリーミングという種牡馬をね、私もちょっと勉強不足であんまりわからないんですが、まあ、名前がね9文字を超えていってるところからして、まあ、外国の種牡馬で馬格もありで、周りと比べてもタイムがねやっぱり安定しているので、まあ、この馬がおそらく硬いんだろうなと思います。阪神1レース7番バックトゥザライト、こちらはシニスターミニスター3区ですね。未勝利、ね、2着、2着2着5着かな、まあ安定してはいるんですけども、まあ、前走は逃げて5着なので、ちょっと控えれば、まあ、馬券圏内は一番この馬が近いでしょうね。で、後がもうあまりにもいないので11番の K.I. アニラっていうパイロ3区、これ初戦なんですけど、おそらく勝負になるんじゃないかなと、ちょっとねわからないところも多いですが、ジョッキーも酒井隆成ジョッキーなので勝負してくれるんじゃないかなと思っております。12番のルーベローチェというヘニーヒューズ3区もいるんですけど、やっぱり1008となるとヘニーヒューズはだいぶ割引なので、ここはもう7番で、うまくいけば11番というところでしょうか。中山2レース3歳未勝利ダート 1200m、ここもですね、まあ、8番の小柄な牝馬が人気して、まあ、ダート1200って難しいんですよね。中距離になるとパワーが必要なんですけど、スピードで押し切っちゃうから小柄な牝馬がね来たりもするんですけれども、まあ6番のマーシェ・ビ・ガラスという馬からね行こうと私は思うんですけど、まあ2走前上がり最速、これ16頭立ての出遅れしんがりからスタートして、上がり最速4着、その前も、16頭立てで14番手からこれ後ろ下がっちゃってね16-16と来て上がり最速5着、もう強いですよね。ただやっぱりコーナーリングなのか道中がスムーズじゃないのか、ただ前走にね3-2-2と急に好位で競馬して半馬身差2着、やっぱり後ろからでも前からでも来れるというのは力があるので、どっちから行ったとしてもこの馬が上位には来ると思われます。阪神2レース、こちらは2番ワインワインレッド、これはねジャスティファイ3区ですね。ダート 1400m、 まあドバイを見てもお分かりのようにね、日本馬はダート中距離、あと芝はどんな距離でも戦えるんですけれども、やっぱりダート短距離だけに関してアメリカの馬のパワーに未だに勝てないところがありますので、日本でもそうですね、海外の、まあ、特にアメリカのダート馬がもうほとんどのレースで日本の種牡馬を倒してしまっている状況なので、ここはワインワインレッド、が硬いと思います。中山3レース未勝利ダート1008、5番ブライアンセンス、これ北高樽前3区、母父がブライアンズタイムというところでブライアンセンスというところですね。これ前走上がり最速3着ですけど頭差というところで、周りを見てももうダントツと思います。で、8番にシニスターミニスター3区のね馬格もいい馬がいるので、今回ね動けるのならちょっと距離も変わるので相手はこの馬かなと思っています。阪神3レース、ダート 2000m、 2000中距離になるとちょっと種牡馬が変わってきますね。1番名勝ジェンマ北高樽前3区、距離伸びても大丈夫な方のダート血統馬ですね。
まあ、マイル以下になるとねちょっと B クラス的なところですけど、中距離になると A クラスかなというところですね。我が子は小柄なんですけど、距離が伸びれば小柄なダート馬でも来るので、ミユキジョッキーもうダート戦強いですからね、もうジョッキー自身がパワフルですから、ここ硬いと思います。そして次はここかな、中山6レースダート1008、8番プレミアペガサス、これはもうねしょうがないなというね、もう相手他の周りの同枠の馬以外はもう1秒以上タイム差があるので、おそらく同枠のナチュラルハイあたりがついてこれなければ一人旅になるんじゃないかなと思います。そして阪神6レース、こちらは7番カズカポレイ、これグラメンテ3区ですね。もう相手がいないし、もう何連続2着だこれは、うん、もうすごい2着来る馬ですけど、僕はもう相手が弱すぎてそろそろ勝つんじゃないかなという、もう1回2着の可能性もありますけどね、こういうタイプは、うん、そういうタイプの馬がいるのでね、前に行かしちゃうっていう。そして、中山7レース、4番ハッピープリベイル、これ芝のマイルなんですけどね、これねちょっと出遅れた後の足が良かったのかな、私ちょっと自分の競馬版じゃあ JRA 版で気になる馬がいたら登録して赤文字になるようにしてるんですけど、日曜日を見たところこの馬に赤印がついてたから、これ絶対次は買いやという印をねちょっと自分で入れたの覚えてるけど、どういう理由で入れたのかがわからないんですけど、出てきたら買おうと思ってた馬です。同じパターンの馬がね土曜日にもいてしっかり買ってましたので、自分も信頼してハッピープリベール入れてみたいと思います。阪神7レース、ダート 1400m、7番サクセスローレル、まあね他もそこそこの血統の馬がいて面白そうなんですけど、まあこれはねマスタリーという父親に対して母父ストリートセンスというところでもうダートをねしっかり走れる馬格もあるし、まあ強いでしょうね、前にも行けるし、でちょっと穴でご一行は1番のオンワードセルフですかね、これダート成績21328なんじゃそれっていう成績なんですけど、まあ前の成績を見てもらったら分かるようにこの距離成績0034なんですよね、そりゃそうですよね、ヘニー・ヒューズ3区なんですから絶対に1004以下の方がいいのにほとんど走っていない1004以下を、なぜか中距離なんなら芝まで走っているので、この舞台ならば 2,3 着あたりに来ても何らおかしくないレースでしょうね。阪神8レースダート1008、これは厳しいんですけどね、5番セレッソにしました。馬格的にも血統的にもちょっと実は微妙なんですけど、牝馬で他を見ても弱いし接戦なので、これもちょっとジョッキー力がもう圧倒的すぎるので川田優がジョッキーが乗るので、うん、もう普通に考えたらここは力互角でも持ってくるだろうなというところでございます。中山9レース、ダート1008、13番コグラ、あここもそうですね、ダノンレジェンド3区で前走上がり2番目で、3馬身半差の2着、しかもこれ地方馬で前走がね初めての中央のレースでいきなり2着というところなので、やっぱり調教が変わったのでね今回さらに良くなるはずなので、多分これが頭で来るんじゃないかと思っております。中山メインミホステークス、12番スパイラルノバ、これね4歳馬がだいぶ人気するレースの中でこれ5歳なんですけど、3走前の、その前に8ヶ月の休養明け、そこまでもね非常に首差で2着とかいいレースを見せていたんですが、8ヶ月休養明けの後に楽鉄で3着、その後は、通過順位2、6、4、前も言いましたよね、スムーズじゃないですね、1回下げたか不利を受けて下げられて
でそこで踏ん張って1馬身4分の3差の6着、これ強いですよね、数字以上に。そして前走が、オモババで3着で、今回はババもいいと思われますので、また違うレースを見せるんじゃないかというところですね。そして中山最終は16番、ニルカンタテソーロ、これスパイスタウンの馬でやっぱ短距離強いですね、千里ダートなんで今回。ただやっぱり馬格の小ささですよね、勝ちきれないのは。2着を3回連続続けて前走大敗というところですけど、まあ持ち直せば、単内ジョッキーがしっかり乗ればまた 2,3 着には来るんじゃないかと、思っております。阪神最終レース、3番サンキューユーガ、これはね、ダートが、ダート戦がね、前走初めてやったんですよね。で千里ダートで7着、馬格もでかい、プラス12キロで出てたのかな、それもそのはず、1年2ヶ月休養ですから、おそらくですね、この馬芝でもそこまで千里を走っていないので、カナロアサングなんで絶対に千里がいいと思われます。そこで前走も休み明けで7着5馬身差まで来てますので、今回、もうちょっと前に持ってくるだろうなというところです。じゃあウィン5予想に行きましょうかね。厳しいですね、明日は G1 が難しいですから。阪神9レース、大正レース1レース目、明石特別、芝 2000メートル、1番帝王ソラネル、シルバーステート3区、川田優雅ジョッキー、菅井厩舎、前走がね、新若いジョッキーが乗って、やや重で3馬身差1着勝ったんで、ちょっとまだそこまで強いのかわからないですけど、4歳馬の成長力とやっぱりシルバーステートという馬の素晴らしさですね、あと川田優雅ジョッキーの勝ち切れるところ、ここを信頼してこの馬と、7番、セレブレイトガイズ、こちらも前走一勝クラスを、ね、重馬場で勝ち上がったんですけど、その前はね両馬場で首差2着に来てるんで、ちょっとね、調子がいいというよりは馬がね3ヶ月の休養明けで成長して変わったんでしょうね。だから今はこの1番か7番が勝つんじゃないかなと思って1と7見ておきます。そして中山10レース大正レース2レース目両国特別芝マイル、これは難しいけどもう2頭でね行きますね。2番ロードカテドラル、ロードカナロア3区、正直マイルでも十分戦える3区なんですけど、まあ本当は千里千四の方がね見てみたいなと思うんですけれども、それでもこの距離成績2332、中山芝1311とやっぱり安定して強いで、タイムもそこそこいいのでこの馬、あとは3番フォープレミア、こっちもロードカナロア3区なんですよね。ただやっぱ前走のタイムがもう他の馬と全然違うので、前走1勝クラスを勝ち上がってそこまで2着続きで勝ちきれなかったんですが、内田ジョッキーがうまいこと、いつも通り乗れば多分こっちが勝つはずだろうとは思っております。そして阪神10レース大正レース3つ目心斎橋ステークス、ここはもうねむずいな、めっちゃ行きます、6頭行きます。皆さんそんなに行く必要ないと思いますけど、絞ったら絞るの難しいですけどね、1番、ポルザコフスキー、これはもう基本ですよね、前走2着馬で、上がり最速でこのクラスですからハマれば勝つ力があるということなので、まず1投目、2番ケデシュ、リオンディーズ3区のねただ牝馬なのでちょっと3連勝をねすごいいい勝ち方で勝ち上がって前走はねこのクラスで、大敗、大敗といっても同じコースで、前々走よりタイムをね1秒落としているので調子が悪かったのか何か見えない不利があったのかもしれない、2走前のタイムなら、十分戦えるので、入れました。で3番スーサン・アッシャー、3番に3のついた馬が入っているのも怖いですけど、
これも騎乗実績もね、3211で阪神芝で3勝というところ、週23区というもう短距離スペシャリストですね、こちらも入れておきます。で5番アルナシーム、モーリス3区ですね。これはもう時期違いとはいえやっぱり速いタイムを出しているので、ちょっと勝ち切るには短距離では小柄な馬かなとは思うんですけど、やっぱり速いんでね、タイムが、スピード決着になればこの馬かなという感じもしております。8番名勝星合、これもモーリス3区のね牝馬なんですけれども、前走はこの馬場が得意なのか急に2着と好走してるんですけど、やっぱ牝馬って調子のいい時は、ずっと調子がね、ずっとというよりは何レースか持続するので、前走の2着が牝馬はすごく怖いです。そういう意味ではね、入れれてないけどもっとめっちゃ怖いのいるんですけども、言わんとこ言ったきそうやから。そして15番ブルーシンボニー、スクリーンヒーローサンドですね。これもタイムもいいしなかなか勝てないんですけど、どこかでポンと勝ってもいいおかしくない状態が続いているので、大外がもしハマればというところで、今回は 1,2,3,5,8,15 買いすぎやろ6と2,2,62人が4、4、6、24、今24点めっちゃ増えました。このレース見すぎて。で中山4レース、2番サンストックトン、これワールドエース3区ですけれども、これももういつ買ってもというところですね。で前走ね、ワールドエースにしてはちょっと2、4点長いなっていうところで、今回2000に距離短縮の方を、重視しました。で騎乗実績も3511えげつないです。で3番ブルーロワイヤルですね。これも3連勝の後前走負けたんですけど、重馬場やったので、もう一回見直しが必要かなと思います。で12番スパイラルノバはさっき言った、将軍馬ですね。で13番サクセスシュート、これも4歳馬ですし、ドゥラメンテ3区で田辺ジョッキーという馬いジョッキーなんでね、いつ勝ってもという状態がずっと続いているんですね。そして最後はもうどんだけ勝ってもしょうがないので2頭でいきます。1番ジェラルディーナ、これねちょっと枠がね打ち詰まる感じがするんですけど、力をもしうまいこと抜けれたら今の状態では頭で突き抜けてもおかしくない。有馬もすごかったですからね、もう有馬の出遅れってほぼ絶望なんですけど、あそこから3着持ってきたという根性もある馬なので、ただクリスチャン・デムーロジョッキーからね、乗り換わっているので、岩田未来ジョッキーがどこまで頑張ってくれるかですね。でもう1頭は6番ベルト・ライゼンデ、これも16ヶ月空けた後にすごい頑張って応援したい馬ですね。でも世界の川田優雅が乗るというところがもう一つ大きな後押しになっております。正直このレース2頭じゃ足りないんですけど、資金的にもう2頭に無理やりしたという感じではあります。じゃあ皆さんもちょっと私の2頭の少ないところを増やして、多いところを逆に減らしたりした方がいいのかなという気もしますが、頑張って負けないように勝負しましょう。それでは頑張ってください。てれちゃう、お母さん終わりやからめちゃくちゃ眠いねんけど。